コロンビア特別区、通称ワシントン DC は、アメリカ合衆国の首都。同国先海岸、メリーランド州とバージニア州に挟まれた、ポトマック川下半に位置する。超大国の首都としては狭く、人口もさほど多くないが、超大国の政府所在地として、国際的に強大な政治的影響力を保持する、世界都市であり、また金融センターとしても高い重要性を持つ。 その構造は、首都としての機能を果たすべく設計された計画都市である。タイダルベースンハンの日本桜ボトマック川の北岸に位置し、南西をバージニア州に、その他の方角をメリーランド州に接している。2010年度国勢調査による人口は60万1723人で、全米24人だが、労働時間帯には、近郊からの通勤者により、 人口100万を超える。ワシントン DC を中心に、メリーランド州、バージニア州北部、ウェストバージニア州の最東部2郡を合わせた地域を、一般に、首都圏、または、メトロポリタンと呼んでいるが、その人口は558万2170人で、全米7位である。また、北東に、約65キロメートルの地には、 人口62万961人を抱えるメリーランド州の最大都市ボルチモアが位置している。このボルチモアと、いわゆる首都圏を合わせたワシントンボルチモア、北バージニア広域都市圏の人口は857万2971人を数え、全米4位の規模である。アメリカ合衆国憲法第1条により、各州とは別に、 高級的な首都としての役割を果たすため、連邦の管轄する区域が与えられている。アメリカ合衆国三権機関、連邦議会、連邦最高裁判所が所在し、連邦機関が集まるほか、多くの国の記念建造物や博物館も置かれている。中心部には高さ169メートルのワシントン、記念塔がある。同市のナショナルモールにおける博物館群は、 質、量ともに、世界でもトップクラスであり、観光資源にもなっている。ポトマック川の入り江であるタイダルベースンのアゼにある、桜の木々は、アメリカ合衆国内で、有数の桜の花見の名所となっており、毎年全米桜祭りが開催される。172カ国の大使館に加え、世界銀行、国際通貨基金、米州機構、米州開発銀行、 反アメリカ保険機関の本部も置かれている。労働組合、ロビースト、職業組合など各種団体の本部もある。連邦議会がワシントン DC における権限を有している。連邦議会に関して、ワシントン DC は、会員に本会議での投票権を持たない、市代表を選出しているものの、上院議員の議席は与えられていない。ワシントン DC が州であると仮定し、 他の州と比較すれば、面積では、ロードアイランド州に遅れて、最下位、人口では最下位から2番目であるが、人口密度では1位、州民総生産では35位、また、黒人の比率では1位であり、国全体のマジョリティと、マイノリティとは反転している。2011年現在、ワシントン DC においては、死刑制度が廃止されている。 アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界17位の都市と評価されておりアメリカの都市ではニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、サンフランシスコに次ぐ5位である法律上の正式名称はコロンビア特別区州に属していないアメリカ合衆国連邦政府直轄地 コロンビア特別領として1790年に創設され、1801年のコロンビア特別、くじ地方により、地方自治権を持つコロンビア特別区となった。特別区内には、自治権を持つ市や郡があり、その一つが首都たる、ワシントン市だった。しかし1871年のコロンビア特別、くじ地方により、特別区内のすべての自治体は、特別区に統合された。 この歴史的な経緯から、かつての呼び名である、ワシントン、ディストリクト・オブ・コロンビアがしばしば使われる。ただしこれは、コロンビア特別区のワシントン市という意味の語句であり、かつての正式名称というわけではない。またそれゆえ、これを和訳する場合は直訳はコロンビア特別、クワシントンとなる。略して、ワシントン DC と呼び、米国では、ワシントン、ザ・ディストリクト。 または、単に、DC とも通称する。日本語では、首都ワシントン、または、ワシントンと呼ぶことも多い。DC は、ディストリクト・オブ・コロンビアの頭文字で、南アメリカのコロンビア共和国と同様に、クリストファー・コロンブスにちなむ名である。日本語では、このワシントン DC のことを単に、ワシントンと呼び、 ワシントン州を、ワシントン DC と識別するため、ワシントン州と呼ぶことが一般的である。漢字では、話せと魅力して、ワシントンと表記する。ワシントン記念等と、ホワイトハウスアメリカ合衆国憲法第1条第8節第17項によって、連邦議会に、アメリカ合衆国の首都を設立する権限が与えられた。同情によれば、ある州が譲渡し、 連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地としての地区が認められた。ジェームズ・マディソンは、1788年1月23日のザ・フェデラリスト第43編で、合衆国の首都は、その持続と安全のため、各州からは別個のものとすべきだとして、連邦の管轄する区域の必要性を説明した。1783年には、 フィラデルフィアに置かれていた連邦議会に対し兵士らの暴動により攻撃が加えられたことも合衆国政府が安全に配慮する必要性があることを強調することとなった憲法は新たな首都の場所を特定していなかったがマディソン、トーマス・ジェファーソン及びアレクサンダー・ハミルトンの3人は1790年首都を南部に置くことを条件に合衆国が 州の発行した戦時負債を肩代わりするとの合意に達した。ピエール・シャルル・ランファンによるワシントン市の計画図1790年7月16日、ストリッチ法により新しい高級的な首都がポトマック側下半に置かれることになり、詳細はジョージ・ワシントン大統領により選定されることとなった。当初の形は合衆国憲法により認められていた通り、 一辺が10マイルのダイヤモンド型で100平方マイルであった。新首都建設のためメリーランド州とバージニア州が領土の一部を割上し新しい連邦の市はそのうちポトマック川の北岸に建設されることとなった。もっとも同じ100平方マイルの地区内にはすでに2つの独立した自治体があった。 1791年9月9日、この連邦の市は、ジョージ・ワシントンに敬意を表して、ワシントン市と命名され、この100平方マイルの地区全体は、コロンビア区と名付けられた。連邦議会は、1800年11月17日、ワシントンで、最初の議会を開催した。1801年のコロンビア特別区基本法により、正式に、 コロンビア特別区が編成され、アレクサンドリア市、ジョージタウン市、ワシントン市を含む連邦の管轄地域全体が連邦議会の排他的支配下に置かれた。さらに、特別区内で自治体に組み込まれていない領域は、二つの軍に組織された。すなわち、ポトマック川北岸のワシントン軍と南岸のアレクサンドリア軍である。同法制定後は、 特別区内の市民はメリーランド州やバージニア州の住民ではなくなり議会の代表権もなくなることとなった。19世紀のフォード劇場。1865年リンカーン大統領暗殺の場となった。米英戦争の中、1814年8月24日から25日にかけてイギリス軍がアメリカ軍によるヨークをバージニア州に返還することに同意した。 この土地は現在はアーリントン郡に属しアレクサンドリア市の一部をなす。この結果、ワシントン DC は頂点を北に向けた正方形のうち南西部の川に区切られた区画を除いた形をなすことになった。なお、その4年後、1850年協定により特別区内における奴隷貿易が禁止された。ワシントンは1861年の 南北戦争勃発までは小さな町であった。南北戦争によって合衆国政府は大きく膨張し、それにより町の人口も著しく増大した。解放奴隷の大量の流入もこれに寄与した。1870年までに特別区の人口は13万2000人近くにまで増えた。しかし町の成長にもかかわらず、ワシントンの道路は 未保装であり、基本的な衛生設備もないなど、条件が非常に悪かったため、首都を別の場所に移転することを提案する、連邦議会の議員もいた。1963年のワシントン大行進で、リンカーン記念館リフレクティングプールを囲む群衆1871年のコロンビア特別区基本法により、連邦議会は、特別区全体の新しい政府を創設し、 ワシントン市、ジョージタウン市及び、ワシントン郡を一つの自治体に統合した。これをもって、現在のワシントン DC が形作られ、この町が、ワシントンとコロンビア特別区の両方の名前で知られているのは、このためである。同じ法律の中で、連邦議会は、公共事業委員会を設立し、町の近代化に当たらせた。1873年、 ユリシーズ・グラント大統領は、同意委員会の最も有力なメンバーである、アレクサンダー・シェパードを新たに設置された、知事職に任命した。その年、シェパードは2000万ドルを公共事業に費やし、ワシントンの近代化を行ったが、同時に財政を破綻させることにもなった。1874年、連邦議会は、シェパードの知事職を廃止して、直接統治を選んだ。 さらなる街の改修作業は1901年に行われたマクミランプランを待たなければならなかった。特別区の人口はしばらくの間比較的安定していたが1930年代の世界恐慌ではフランクリン・ルーズベルト大統領のニューディール政策立法によりワシントンの官僚が増加した。第二次世界大戦で政府の活動はさらに増大し、 人における政府職員の数も増加した。1950年までに特別区の人口は80万2178人というピークに達した。1961年、アメリカ合衆国憲法修正第23条により、ワシントン DC 市民に初めて大統領選挙の選挙権が与えられた。コロンビア特別区全体に対して、 人口の最も少ない州に与えられる選挙人3人の定数が確保された。公民権運動の指導者、キング牧師が1968年4月4日に暗殺された後、特別区で暴動が発生した。暴動は3日末月、1万3000人以上の連邦軍とコロンビア特別区州兵がようやく鎮圧に成功した。多くの店や、 その他の建物が焼かれ、多くが1990年代後半に再建されるまで荒廃したままであった。1973年、連邦議会は、コロンビア特別区地方自治法を制定し、特別区に公選制の市長と議会を導入することとした。1974年、市長の公選が行われ、1975年、行政委員会委員長であった。 民主党のオルター・ワーシントンが特別区初めての公選の市長、かつ特別区初めての黒人の市長となった。1979年、マリオン・バリエが市長に選ばれ、4年間の任期を3期連続で務めた。しかし、麻薬の使用が噂され、3期目の任期半ばの1991年には、FBI のおとり捜査により、 クラックコカイン所持仕様で現行犯逮捕され、後半で禁錮6ヶ月の実刑判決を受けた。この不祥事でバリーは次の選挙には出馬しなかった。1991年、次に市長となったシャロン・プラット・ケリーは、アメリカの大都市で初めて市長になった黒人女性である。1994年、ケリーの人気が満了すると、バリーが市長に返り咲いた。 1998年、エール大学卒の弁護士、アンソニー・ウィリアムスが、市長に選ばれて2期務め、2007年1月からは2011年1月まで、アドリアン・フェンティが市長を務めている。2011年1月ヴィンセント・グレーが、第6代のワシントン DC 政府の市長に就任し、現在に至っている。1995年までに、市は、 債務超過のため支払い不能になりかけていた。これを受けて、連邦議会は、コロンビア特別区財政管理委員会を設立し、市のすべての支出を監督させることとした。特別区は、2001年9月に財政管理権限を回復し、同委員会の活動は中止された。2001年9月11日、テロリストがアメリカン航空77便をハイジャックし、 ワシントン DC 郊外のバージニア州アーリントンにある国防総省に航空機を突入させた。ユナイテッド航空93便もホワイトハウス、または連邦議会議事堂のいずれかを標的としていたが、同期はペンシルベニア州シャンクスビル近くで墜落した。ペンタゴンへの攻撃が行われた場所には、2008年9月11日、ペンタゴン記念館がオープンした。 ワシントン DC の航空写真。市街東部から西南西方向を望む。写真中央が連邦議会議事堂、左下が連邦最高裁判所。右上の細長い白い糸はワシントン記念塔ホワイトハウスはその右手に位置するが映っていない。議事堂から右斜め上方へ伸びる舗装道路の先にある。また、議事堂から 記念塔を経てポトマック川に至る細長い緑地はナショナルモールと呼ばれる。ペンタゴンは写真左上の川向こうに写っている。ワシントン DC は全部で68.3平方マイルの地域を有し、そのうち61.4平方マイルが陸地、6.9平方マイルが水面である。特別区は当初100平方マイルの面積を有していたが、1846年に、 南の一部をバージニア州に変換したため、この面積となっている。現在の地域はメリーランド州から割用された領域のみからなっている。そのため、ワシントン DC は南東、北東、北西をメリーランド州に、南西をバージニア州に囲まれている。特別区内には3つの大きな天然の河川がある。ポトマック川、アナコスティア川、 ロッククリークである。アナコスティア川とロッククリークはポトマック川の支流である。北西部のポトマック川下半にはダンバートンオークスが位置する。合衆国首都設置法はワシントン大統領に東はアナコスティア川の河口までの範囲で新しい首都の正確な位置を選ぶ権限を与えた。しかし、ワシントン大統領は区の南端に アレクサンドリワ氏を含むようにするため、この連邦の領域の境界を南東に動かした。1791年、連邦議会は、ワシントン大統領の選んだ区域を認めるため、合衆国首都設置法を修正し、これにより、バージニアから割譲された領域も含まれることとなった。この場所は、多くの利点を有していた。ポトマック川は、 特別区まで航行可能であり、船による交通が可能であった。また、アレクサンドリアとジョージタウンの規制の港は、市にとって、重要な経済的な基盤を提供した。さらに、内陸の特別区は、北西部領土に近かった。1791年から1792年に、かけて、アンドリュー・エリコットと、 ベンジャミン・バネカーが特別区の境界を調査し、1マイルごとに境界席を設置した。その多くが今も残っている。一般に伝えられるところとは異なり、ワシントン DC は沼地を埋め立てて建設されたわけではない。確かに2つの川とその他の小川に沿って湿地が広がっていたものの、特別区の領域のほとんどは農地と樹木に覆われた丘からなっていた。 特別区内で、自然の状態で最も高い地点は、海抜125メートルのテンリータウンである。最も低い地点は、海水面と同じポトマック川である。ワシントン DC の地理的な中心点は、北西地区の4番ストリートと L ストリートの交差点付近に位置する。チェサピーク、オハイウンガ、ジョージタウン近くを通る。アメリカ合衆国国立公園局は、 ロッククリーク公園、チェサピーク、オハイオウンガ自然歴史公園、ナショナルモール、セオドアルーズベルト島、アナコスティア公園など、ワシントン DC の自然生育地のほとんどを管理する。国立公園局による管理外の重要な自然生育地としては、農務省の管轄である、国立森林公園があるのみである。ポトマック川の上流には、グレートフォールズがある。 19世紀には、輸送船の交通がこの滝を迂回できるようにするため、ジョージタウンに橋を発する、チェサピーク、オハイオ運河が用いられた。1965年、リンドン・ジョンソン大統領は、ポトマック川を国の恥と呼び、1966年の清流回復法の必要性を訴える材料とした。現在では、この川は、活気のある断水漁業の場となっており、 自然に繁殖した白桃ワシも川岸に戻った。高度に都市化した景観にもかかわらず、ワシントン DC は都市における野生生物の管理、外来種の管理、都市流水の回復、都市流水における水エコロジーなどの研究の中心地となっている。国立公園局の都市エコロジーセンターは、この地域における専門的知見と応用科学を提供する場となっている。 ワシントン DC の気候は、欠片の気候区分によれば温暖湿順気候であり、これはアメリカの中部大西洋岩諸州の内海域から離れた地域に典型的に見られる気候である。四季がはっきり分かれており、春と秋は温暖で湿度も低いのに対し、冬は低温が続き、1年に平均 420mm も降雪量がある。冬の最低気温は、 12月中旬から2月中旬にかけては、冷夏摂氏1度くらいになることが多い。稀ではあるが、猛烈な吹雪が2、3年ごとにワシントン DC を襲い、最低気温は摂氏15度を下回る。最も激しい嵐は、ノーイースターと呼ばれ、これはアメリカ東海岸全体に影響を及ぼすのが、普通である。夏は高温多湿になる傾向があり、 7月と8月の日中最高気温は平均摂氏30度前後である。夏には高温、多湿という組み合わせのため、激しい雷雨が非常に頻繁に発生し、場合によってはこの地域に竜巻を発生させることもある。ハリケーンないしそれが温帯低気圧化したものが、夏の終わりから初秋にかけてこの地域を通過することが、時々ある。 ワシントン DC は内陸に位置していることもあって、ハリケーンはここに来る頃には、勢力が弱まっていることが多い。しかし、満潮、高潮、雨水が合わさることによって引き起こされるポトマック川の氾濫は、ジョージタウンやバージニア州アレクサンドリア近くにまで、大規模な財産的被害をもたらすことが知られている。記録されている、 史上最高気温は1930年7月20日と1918年8月6日の摂氏41度である。史上最低気温は1899年2月11日の冷下摂氏26.1度であり、これは1899年の記録的猛吹雪の時のものである。摂氏32度を超える日数は平均36.7日であり、 氷点下になる夜は平均64.4日である。ワシントン DC は4つの地区に分かれる。ワシントン DC は計画都市である。ワシントン市の設計はピエール・シャルル・ランファンのローによるところが大きい。ランファンはフランス生まれの建築家、技師、都市設計家であり、当初、軍の技師としてラファイエットと共にアメリカ植民地に来た。 1791年、ランファンは、バロック様式をもとに、基本計画を作成した。これは、環状を交差路から放射状に広い街路が伸びている、ものであり、開かれた空間と景観づくりを、最大限に重視したものであった。しかし、20世紀初頭には、解放された公園と、壮麗な国の記念建造物というランファンの、都市計画の構想は、スラム街や、 乱開発された建物によって損なわれてしまっていた。その中には、ナショナルモールの中の鉄道の駅もあった。1900年、連邦議会は、ジェームズ・マクミラン上院議員率いる、両院合同協議会を設置し、ワシントン DC の儀礼の中心地の美化に当たらせた。マクミラン計画として知られるこの計画は1901年に、仕上がり、その中には、 連邦議会議事堂の敷地やナショナルモールの景観再整備、新しい連邦の建物、記念館の建設、スラム街の一層、全市を横断する新しい公園のシステムの構築が含まれていた。委員会から任命された建築家たちは市の本来の設計には手を加えなかった。建築家たちのなすべきことは、ランファンの意図したデザインの壮大な仕上げをすることで、 あると考えられた。夜のリンカーン記念館、ワシントン記念塔、連邦議会議事堂1899年に12階建ての回路アパートメントビルが建設された後、連邦議会は建造物の高さを制限する法律を可決し、連邦議会議事堂より高い建物を建ててはならないと宣言した。この法律は1910年に改正され、 建物の高さが、面する道路の福音に20フィートを加えた、長さを超えないよう規制された。今日、ワシントン DC の建物群のシルエットは低く、広がっており、トーマス・ジェファーソンの、ワシントン DC を、低層で便利な建物と、明るく風通しの良い街路を備えた、アメリカのパリにしたいという願いに忠実である。その結果、 ワシントン記念塔がずっと、ワシントン DC で最も高い建造物のままである。しかしながら、ワシントン DC の高さ制限は、同市で廉価な住宅が限られていることや、スプロール現象による交通問題の発生の最大の原因であるとして、批判されている。ワシントン DC の高さ制限を逃れるため、ダウンタウンの近くとしては、ポトマック川の対岸にある、 バージニア州ロズリンに高層の建物が建てられることが多い。ワシントン DC は4つの地区に不均等に割られている。北西地区、北東地区、南東地区、南西地区である。各地区の境界を隠す軸は連邦議会議事堂から放射状に伸びている。すべての通りの名称には地区名の省略型がついており、その場所を明らかにしている。 市内のほとんどの地域で街路は5番目上に整備されており、東西方向の通りにはアルファベットで、南北方向の通りには数字で名前が付けられている。環状交差路から放射状に伸びる街路には、主に各州の名前が付けられており、50州すべてが名称の中に含まれている。ワシントン DC の街路の中には特に注目すべきものがある。 ペンシルベニア大通りはホワイトハウスと連邦議会議事堂をつないでおり、ーストリートには多くのロビー団体の事務所が入居している。ワシントン DC には172カ国の外国の大使館があるが、そのうち57の大使館はマサチューセッツ通りの地区にあり、正式名称ではないが大使館通りとして知られている。2007年ホワイトハウスは アメリカ建築家協会が選ぶアメリカ建築傑作戦で2位にランクされた。ワシントン DC の建築物はバラエティに富んでいる。アメリカ建築家協会が選ぶ2007年のアメリカ建築傑作戦では10位までにランクされた建物のうち6つがワシントン DC にある。すなわちホワイトハウス、ワシントン大聖堂、トマス・ジェファーソン記念館、連邦議会議事堂。 リンカーン記念館、ベトナム戦争戦没者慰霊碑である。これら6つの建築は、すべて、新古典主義、ジョージ王朝様式、ゴシック様式及び近代建築のスタイルを反映しており、他のワシントン DC の主要な建物も同様である。特筆すべき例外としては、第2位訂正様式による、アイゼンハワー行政府ビルやアメリカ議会図書館などがある。 ワシントン DC の中心市街を離れると建築様式はさらに多様化する。オールドシティでは歴史的建造物は主にアンジョン王様式、シャトーエスク様式、リチャードソン・ロマネスク様式、新ジョージア王朝様式、ボザール様式、また様々なビクトリア朝様式で設計されている。オールドシティでは19世紀からのローハウスが特に目立っており、 連邦様式や後期ビクトリア朝様式に従うものが多い。ジョージタウンはワシントン市よりも先に建設されたため、この地域はワシントン DC の中でも最も古い建築物を誇る。ジョージタウンのオールドストーンハウスは1765年に建てられ、市内で最古の遺構となっている。もっともこの地域における 現在の住宅のほとんどは1870年代になって初めて建てられたもので当時の後期ビクトリア朝様式を反映している。1789年に創立されたジョージタウン大学は周囲の建物とはさらに一線を画しておりロマネスク様式とゴシックリバイバル建築が融合した建築が特徴である。2010年の国勢調査によれば ワシントン DC の居住者人口は60万1723人で2000年国勢調査の57万2059人以来増加傾向が続いている。これは50年来の減少傾向からの反転である。他方、労働時間帯には近郊からの通勤により、ワシントン DC の人口は推計で71.8%膨らみ、 日中人口は100万人を超えるとされている。周辺のメリーランド州やバージニア州の一部を含むワシントン首都圏は2010年の国勢調査で約558万人の居住者を抱える。ボルチモア及びその銀行も合わせたワシントンボルチモア、北バージニア広域都市圏は2010年の国勢調査では850万人を超える居住者人口を抱えている。 以下に、ワシントン DC における1800年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示す。友情の門。チャイナタウンの中心にある。2010年における人口の割合は 50.、50.7%がアフリカ系アメリカ人 38.、38.5%がコーカサス系、9.1%がヒスパニック 4. 4、4.4%がその他。 3.5%がアジア系、2.9%が根血である。黒人はワシントン DC で最も多くを占めるものの、郊外へ去るものが多いため、その人口は一貫して減少傾向にある。同時にワシントン DC で昔から黒人の居住地域だった多くの場所が高級住宅化していることもあり、白人の人口は一貫して増加傾向にある。 このことは2000年と比べてアフリカ系アメリカ人の人口が6.2%減少し反対にコーカサス系は13.8%増加していることに現れている移民の主な出身地としてはエルサルバドル、ベトナム、エチオピアなどがありエルサルバドル人はマウントプレザント近辺に集まっている2000年の国勢調査によって ワシントン DC の成人のうち推計3万3000人が、自らを、ゲイ、レズビアン、またはバイセクシュアルだと考えていることが、明らかになった。これは、市の成人人口の8.1%にあたる。このように LGBT の人口は相当大きく、また政治的風土もリベラルだが、連邦議会における、反対論も原因して、同性結婚は、 ワシントン DC の法律では認められていない。しかし、家庭内パートナーシップ法によって、同性のカップルも他の法域で認められているシビルユニオンと似た法的取り扱いを受けることができる。2007年の報告によって、ワシントン DC の居住者の3分の1が機能的非式字であることが分かった。 英語に習熟していない移民もその一つの原因であると考えられている。2005年に行われた研究では、ワシントン DC の5歳以上の居住者のうち85.16%が家で英語のみを使用しており、8.78%がスペイン語を使用していることが分かった。フランス語がそれに次いで1.35%である。機能的文盲率の高さとは対照的に、 ワシントン DC の居住者のうち45%が少なくとも4年生大学の学位を持っており国内で4番が目に高い割合である。また2000年のデータによると半数以上の居住者が自分をキリスト教徒だと考えている。28%がカトリック、6.8%が南部バプテスト連盟、1.3%が正教会または東方諸教会。 21.8%が他のプロテスタント教派である。イスラム教徒は人口の10.6%、ユダヤ教徒は4.5%、26.8%は無宗教である。この地に潜入したインディアン部族は、コノイ族、デラウェア族、ナンチコーク族、ポーハタン族、小ニー族、サスケハンナ族など。そのことごとくが、 アメリカ政府に略殺され、19世紀には他州へと強制移住させられた。この地に残ったインディアン部族はすべて絶滅部族とみなされ、保留地を没収されていて、部族単位では存在しないことになっている。1944年にワシントン DC に結成されたアメリカインディアン国民会議は、インディアン寄宿学校で白人同化教育を受けた。 全米のインディアンたちによる初の本格的なロビー運動組織である。彼らは大声で吠えまくる赤い番犬と呼ばれたが、活動自体は保守的で AIM などとは違い、若い世代からは白人よりと批判された。2004年にはこの地に全米のインディアン部族の文化展示を目的とした国立アメリカインディアン博物館が開設された。 アメリカ連邦政府に購入要求中のインディアン部族現在のところ、ワシントン DC でインディアン部族が運営するインディアンカジノは一件もない。同地ではインディアン部族は存在しないことになっており、今後も解説される望みは薄い。ワシントン DC における殺人発生件数の推移1990年代初頭に凶悪犯罪の波が訪れた時、 ワシントン DC はアメリカの殺人首都として知られ、殺人事件の発生数において、ルイジアナ州ニューオーリンズとしばしば肩を並べていた。暴殺の発生件数は1991年に482件だったが、1990年代を通じて犯罪の激しさは大幅に緩和した。2006年までに市内における 暴殺の件数は169件にまで減少した。窃盗や強盗など各種の財産犯も同様の割合で減少した。また、2012年は殺人件数が88件と減少し1961年以来最低の値であった。そして、2019年は2012年の約1.9倍の166件であった。 人口比で見ると2019年は23.5件と全米平均より高く、週別で見るとワースト1である。また、殺人事件被害者の8割前後が黒人男性であり、狂気も約8割が銃器を使用している。ワシントン DC における殺人事件発生地点の分布。NE と SE に圧倒的に多いことがわかる。 多くの大都市と同様、犯罪の発生率が高いのは違法薬物やギャングと関係のある地域である。より富裕な地域のワシントン d c 北西地区では、犯罪発生率は低いが、東に行くに従って増加する。コロンビアハイツやローガンサークルのように、一時は凶悪犯罪がはびこったものの、ジェントリフィケーションの影響を受けて、 安全と活気を取り戻しつつある地域も多い。その結果、ワシントン DC における犯罪は、さらに東方、メリーランド州プリンスジョージ軍との境界を越えるところまで追い払われつつある。特に危険なのは、市南東部のアナコスティア地区である。ワシントン DC で起こる殺人の約3分の1は、このアナコスティア地区内で発生している。1950年代までは、 白人の中流階級の住宅地だったが、週間高速道路の発達により、人口が郊外へ流出、住民層が大きく変わり、治安が著しく悪化した。現在、この地区の黒人人口率は92%に達する。また、市の北東部も治安の悪い地域である。市境を越え、メリーランド州側にも治安の良くないエリアが広がっている。 2008年6月26日、連邦最高裁判所は、ワシントン DC 対ヘラー事件において、ワシントン DC が1976年に行った、拳銃の所持禁止は、アメリカ合衆国憲法修正第2条で定められた、銃所持の権利を課すものだと判事した。もっとも、この判決は、どのような形での銃規制も一律に禁止するものでは、ない。 銃器の登録性を定める法律は依然有効で、ワシントン DC による殺傷能力の高い攻撃用武器の禁止も有効である。治安機関として自治体警察ワシントン DC 首都警察が置かれている。ジョージ・ワシントン大学のプロフェッサーズ・ゲート。同大学はワシントン DC の民間で最大の雇用を有する。ワシントン DC では経済が 多角的に成長しつつあり、専門的職業やホワイトカラーのサービス業の割合が増加している。ワシントン DC の2007年における、州民総生産は938億ドルで、これは50州と比較すると35位に位置づけられる。2008年3月の時点で、連邦政府がワシントン DC における雇用の27%を占めている。このために、 ワシントン DC は全国的な経済の停滞の影響を受けていないと考えられている。連邦政府の活動は景気交代期においても継続するからである。もっとも2007年1月時点でワシントン地域の連邦職員は全米の連邦職員数の14%を占めるに過ぎない。法律事務所、独立契約就業者、非営利団体、ロビー団体、 全国労働組合、職業団体といった多くの組織が、連邦政府に近接した場所を求めて、ワシントン DC 内またはその近郊に本部を置いている。2008年5月現在、ワシントン首都圏の失業率は3.5%で、国内40の大都市圏の中で最も低い。これは、同時期の全国平均失業率の5.2%と、比べても低い。 ワシントン DC では、政府関連の産業、特に教育、金融、科学研究の分野が成長している。非政府関連としては、ジョージ・ワシントン大学、ジョージ・タウン大学、ワシントン病院センター、ハワード大学、連邦住宅定都高校が市内における雇用主体の上位5位である。ワシントンに本拠を置くフォーチュン1000企業は5社あり、そのうち2社は、 フォーチュン500にも入っている。ワシントン DC は国際不動産投資においてはロンドン、ニューヨーク、パリに次ぐ先進的地位を得ている。2006年エクスパンションマガジン紙は DC を国内で最もビジネスの拡大に適した10の地域の一つに挙げた。ワシントンは商業オフィスの面積に関してはニューヨーク、シカゴに次いでアメリカで 第三に大きい商業地域を有している。ワシントン DC では、ジェントリフィケーションの努力が実りつつあり、特にローガンサークル、小、コロンビアハイツ、ユーストリート地帯、14番ストリート地帯の近隣で、著しいいくつかの地域では、1990年代末の地下鉄、グリーンラインの付設により開発が進んだ。地下鉄網によって、これらの地域は、 商業地域と結ばれた。2008年3月にコロンビアハイツにできた新しいショッピングモールはワシントン DC で40年ぶりの新しい大規模ショッピングセンターとなった。多くの都市と同様ジェントリフィケーションはワシントン DC の経済を活性化させているが、その利益が均等に配分されているとは言えず、貧困層にとっては直接の救いになっていない。 例えば、ワシントン DC の失業率は、市の中で大きく異なっている。2008年5月において、北西地区北部の裕福な第3地区では、失業率が1.7%だったのに対し、南東地区の貧しい第8地区では17.2%であった。2005年において、アメリカの50州と比較すると、ワシントン DC は一人当たり収入が高いものの、 貧困率もまた高く、全住民における経済的格差を際立たせている。2017年のイギリスのシンクタンクの調査によると、世界12位の金融センターであり、アメリカの都市では5位である。国立アメリカインディアン博物館。2004年オープン。スミソニアン博物館の一つ、国立航空宇宙博物館ナショナルモールは、ワシントン DC の中心にある。 広大で開放されたエリアである。モールの中心には、ワシントン記念塔がある。また、モールの中には、リフレクティングプールの生誕と東端に、リンカーン記念館と、第二次世界大戦記念碑があるほか、朝鮮戦争戦没者慰霊碑、ベトナム戦争戦没者慰霊碑、アルバート・アインシュタイン記念碑もある。国立公文書館には、アメリカ史にとって、 重要な何千もの文書が収蔵されており、その中に、アメリカ独立宣言、アメリカ合衆国憲法、権利商店の原本も含まれている。モールのすぐ南、タイダルベーソンは、桜並木で彩られている。この桜は日本から送られたものである。タイダルベーソンの周りには、フランクリン・ルーズベルト記念公園、トマス・ジェファーソン記念館、DC 戦争記念碑がある。 スミソニアン協会は1846年に連邦議会によって創設された教育目的の基金でワシントン DC 内にある国立の博物館、美術館のほとんどを管理している。アメリカ合衆国政府がスミソニアン協会に一部資金を提供しており、収蔵品を入場料無料で公開しているのはこのためである。 スミソニアンの博物館の中でも最も来場者が多いのがナショナルモール内にある国立自然史博物館である。この他にモール内にあるスミソニアンの博物館、美術館としては国立航空宇宙博物館、国立アフリカ美術館、国立アメリカ歴史博物館、国立アメリカインディアン博物館、アーサー・エム・サックラー・ギャラリー、フリーア美術館、 ハーシュホーン博物館と彫刻の庭、芸術産業館、スミソニアン協会本部がある。スミソニアンアメリカ美術館と国立肖像画美術館はドナルド・レノーノルズ・センターというチャイナタウン近くの同じ建物に入っている。レノーノルズ・センターは旧特許庁ビルとも呼ばれている。レンウィック・ギャラリーは正式にはスミソニアンアメリカ美術館の一部だが ホワイトハウス近くの文館にある。その他のスミソニアン博物館、美術館としては、南東地区のアナコスティア博物館、ユニオン駅近くの国立郵便博物館、ウッドリー公園内の国立動物園がある。ナショナルギャラリー東館。現代美術を収蔵する。ナショナルギャラリーは、ナショナルモール内の連邦議会議事堂近くにあるが、スミソニアン協会のものではない。 完全にアメリカ合衆国政府が所有しており、そのためこれも入場料が無料となっている。ギャラリーの西館では19世紀のアメリカ、ヨーロッパ美術の収蔵品にスポットが当てられている。東館は建築士の洋民亭によって設計されたもので現代美術を取り扱っている。スミソニアンアメリカ美術館と国立肖像画美術館はよく、 ナショナルギャラリーと間違われるが、実際は完全に別の組織である。ジュリシャリースクエア近くのナショナルビルディング博物館は、連邦議会が創設したもので、その時々の特別展を行っている。ワシントン DC には、施設の美術館も多く、重要な収蔵品、展示品を一般に公開している。女性芸術美術館、コーコランギャラリー、デュポンサークルにある。 フィリップスコレクションなどである。その他、ワシントン DC 内の施設の博物館としては、ニュージアム、国際スパイ博物館、ナショナルジオグラフィック協会博物館、科学博物館がある。ナショナルモール近くのホロコースト記念博物館では、ホロコーストに関する展示品、文書、工作物が保管されている。ケネディセンターは、ポトマック川沿いにある。ワシントン DC は、 国内の芸術の中心地の一つである。ジョン・ F ・ケネディ・センターは、ワシントン・ナショナル交響楽団、ワシントン・ナショナル・オペラ、ワシントン・バレエの本拠地である。毎年、舞台芸術の分野で、アメリカの文化に大きく貢献した人に対し、ケネディ・センター名誉賞が与えられる。大統領とファースト・レディが名誉賞の授賞式に、出席するのが通例である。これは、ファースト・レディが、 ケネディセンター理事会の名誉会長であるためである。アリーナステージはアメリカで最も早い時期にできたヒエーリの地方劇場の一つで1シーズンに古典的作品や新しいアメリカ演劇などを取り上げた8つの舞台を上演する。シェイクスピア劇場は1985年に設立されたヒエーリの劇場でその古典的演劇に対する再解釈や 演出手法に対しては、評論家から、世界で最も素晴らしい三つのシェイクスピア劇場の、うちの一つと、評価されている。ワシントン北西地区のユースストリート地帯は、ワシントンのブラックブロードウェイとして知られる。ボヘミアン・パバンズや、リンカーニシアターがあり、そこでは、ワシントン生まれのデューク・エリントン、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイビスなど音楽史の伝説的人物が、演奏していた。 その他のジャズクラブとして、アダムズ・モーガンにある、マダムズ・オーガンやジョージタウンにあるブルース・アリーなどがあり、モダン・ブルースが演奏されている。ワシントン DC には、ここで生まれた、ゴーゴーと呼ばれる、固有の音楽ジャンルがある。ファンクを受け継ぎ、借り立てるようなパーカッションと R&B の味わいが、ライブのセッションと激しいダンスのリズムを一体化、させている。 最も成功したミュージシャンが DC のバンドを率いたチャック・ブラウンで彼は1979年のレコードバスチン、ルーズでゴーゴー全国の注目の的とした。ワシントン DC はアメリカのインディーズ文化、音楽にとっても重要な中心地である。イアン・マッケイの作ったディスコードレコードは1980年代のパンクロックや さらには1990年代のインディーロックが生まれる上でもとも重要な役割を担ったインディーズレーベルの一つである。ワシントンのインディーズレーベルの歴史には、ティーンビートレコード、ディスコードレコード、シンプルマシンズ、ESL ミュージックなどが登場する。ユーストリート近くのブラックキャットや9時30分クラブといった現代のオルタナティブミュージックやインディーズ音楽を 演奏するナイトクラブの存在によって、大衆的な音楽は、より小規模で打ち解けた雰囲気のクラブに持ち込まれている。1964年2月に渡米中のビートルズが、コロシアムでコンサートを行った。その模様は撮影され、メンバーの帰国後に映画で上映され、後に、コンプリートビートルズや、ザ・ビートルズ・アンソロジーやビートルズ関連の作品に、使用されている。 ペンシルベニア通りの新聞社の並びワシントン DC は国内そして国際メディアの一大中心地である。ワシントンポストは1877年に創刊され、ワシントン DC で最も歴史があり、かつ最も高読者が多いる日韓地方紙である。同誌で最も注目されるのは国内、国際政治についての取材範囲の広さ、そして ウォーターゲート事件の暴露である。同志、ザ・ポストと広く呼ばれている、は、ずっと三つの番しか印刷していない。それぞれワシントン DC、メリーランド州、バージニア州向けのものである。広域の全国版はないにもかかわらず、同志は2008年3月現在において、国内の全日韓市の中で6番目に多い発行部数を、誇っている。ワシントンポスト社は、 エクスプレスというフリーの通勤客向け日刊誌を発行しており、時事、スポーツ、エンターテイメントを短くまとめている。また同社はスペイン語誌、エルテエン・ポラティーノも発行している。国内で最大の発行部数を有する日刊誌である USA トゥデ y は本部をバージニア州マクリーン近郊に置いている。その他の日刊地方誌としてワシントンタイムズ、 週刊のオルタナティブ誌として、ワシントンシティペーパーの両誌も、ワシントン地域で相当数の読者を得ている。また、地域や文化的なテーマに焦点を当てたコミュニティ誌、専門紙も多い。週刊のワシントンブレード誌とメトロウィークリー誌は、LGBT に関する話題を取り上げたものである。ワシントンインフォーマー誌とワシントンアフロアメリカに誌は、 黒人コミュニティにとっての関心事項にスポットを当てたものである。その他、カレントニュースペーパーが発行するいくつかの地区新聞がある。ヒルシとロールコール紙は連邦議会と連邦政府に関する話題のみに的を絞ったものである。ワシントンに首都圏は230万8290世帯を要するアメリカで9番目に大きなテレビのマーケットである。 いくつかのメディア会社とケーブルテレビのチャンネルが、ワシントン DC に本社を置いている。C、スパン、ブラックエンターテインメントテレビジョン、ナショナルジオグラフィックチャンネル、スミソニアンネットワークス、XM サテライトラジオ、ナショナルパブリックラジオ、ディスカバリーコミュニケーションズ社、公共放送サービスなどがある。アメリカ政府の国際ニュースサービス。 ボイスオブアメリカは本部を連邦議会議事堂近くの南西地区に置いている。同じく DC に本拠地を置くラジオワンはアメリカで最大のアフリカ系アメリカ人向けテレビ、ラジオの複合企業でメディア界の大物キャシー・ヒューズによって設立された。参照、ワシントン DC のラジオ放送局の一覧キャピタルワン、アリーナはワシントンキャピタルズ。 ワシントンミスティックス、ワシントンウィザーズの本拠地である、ワシントン DC は、5つの大きなプロスポーツチームの、本拠地となっている。バスケットボールのワシントンウィザーズとアイスホッケーの、ワシントンキャピタルズは、いずれもチャイナタウンにある、キャピタルワンアリーナでプレーしている。2008年に、DC 南東地区にオープンした、ナショナルズパークは、ワシントンナショナルズの本拠地である。 DC ユナイテッドは、アウディフィールドでプレーしている。フットボールのワシントン・レッドスキンズは、メリーランド州、ランドーバーにある、フェデックスフィールドである。ワシントン地域には、女子プロスポーツチームもたくさんある。バスケットボールのワシントン・ミスティクスは、キャピタル・ワン・アリーナで、ソフトボールのワシントングローリーは、ウェストフィールド、ハイスクールスポーツコンプレックスで、それぞれプレーしている。 サッカーのワシントンフリーダムは2009年から始まった女子プロサッカーリーグで復活2011年よりマジックジャックに改名しフロリダ州に移転したその他にワシントンに本拠を置くプロまたはセミプロのチームとしては次のものがあるアメリカンフットボールバスケットボール野球アイスホッケーという四大メジャースポーツリーグのチームが 全て揃っている都市はアメリカには13しかなく、ワシントン DC はそのうちの一つである。これにサッカーを加えると、全て揃っているのは、ワシントン DC を含む8都市となる。ワシントン DC のスポーツチームは、総計すると12回のリーグでの優勝を手にしている。そのうち4回が、DC ユナイテッドが勝ち取ったものである。 また、ワシントン・レッド・スキンズが3回、ワシントン・ベイ・ホークスが2回、ワシントン・ウィザーズ、ワシントン・グローリー、ワシントン・ナショナルズが、それぞれ1回である。その他、ロック・クリーク公園にある、フィッツ・ジェラルド・テニス・センターでは、レッグ・メイソン・テニス・クラシックの大会が開催される。マリン・コープス・マラソンとナショナル・マラソンの2つも、ワシントンで、毎年開催される。また、 ワシントン地域には、コムキャスト、スポーツネットというスポーツ専門の地方テレビ局があり、メリーランド州ベッセスダに本拠がある。プロテニスシティオープンも開催される。ナショナルモールとその周辺には、多くの観光スポットが集中している。モール内には、ワシントン記念塔、リンカーン記念館などのモニュメントがあり、その周辺にはスミソニアン博物館、ナショナルギャラリーを代表として、 多数の博物館、美術館がある。また、モールの北側や、アメリカ合衆国議会議事堂、アメリカ合衆国最高裁判所などの政府機関も、一般に公開されており、観光名所として人気がある。モールを離れて、北側のナショナルジオグラフィック協会などや、北西側のワシントン大聖堂なども、観光名所は集中していないものの、それぞれ独自の街並みを見せており、 これらの地域を訪れる人も多い。さらにワシントンメトロで結ばれている近郊の街には、アーリントン国立墓地があるアーリントンや、オールドタウンと呼ばれる、古い街並みが残るアレクサンドリアなどがある。モールを中心に、解説を交えながらこれらの観光名所を巡回する、観光用バスが多数走っており、ツアーモービル、オールドタウントロリー、グレーラインレッドトロリー、 ダックツアーなどがある。また、ユニオン駅からは、ナショナルモール、タイダルベースン小岩を巡回する、路線バス特別区巡管も運行されている。一つの地方としてのワシントン DC ローカルの政治傾向はリベラルであり、民主党が強く、支持者も圧倒的に多い。ウィルソンビルには、ワシントン DC 地方政府のオフィスがある。 アメリカ合衆国憲法1条8節17項は合衆国の連邦議会にワシントン DC に対する最高の権限を与えている。1973年のコロンビア特別区地方自治法により連邦議会の一定の権限が特別区のワシントン DC 地方政府に移譲され、同政府はワシントン DC の首長であるコロンビア特別区長と 条例制定権を有する地方議会のコロンビア特別区議会によって運営されることとなった。もっとも、連邦議会はコロンビア特別区議会の作った法律を審査、破棄し、また、ワシントン DC 地方自治の問題について介入する権限を有している。八つの選挙区ごとに一人の市議会議員が選ばれ、これとは別に全域から議長を含む五人の議員が選ばれる。 また、小畜ごとに、畜諮問委員会の37人の委員が選挙される。ANC は、伝統的に多大な影響力を行使しており、市政府は、ANC の助言に十分に配慮するのが通例である。連邦議会は、DC に対する最高の権限を有する。ワシントン DC 市長と、 コロンビア特別区議会が予算を採択したとき、連邦議会はそれを変更する権限を有している。地方の所得税、売上税及び資産税が、市政府の物局や行政サービスに充てるための収入の大部分を占める。五十州と同様、ワシントン DC は、老齢者医療保険制度のような、連邦政府補助金プログラムからの資金を受けている。連邦議会は、 この他に、市の経費の一部を補助するため、資金を直接交付しており、これは2007年度では3800万ドルとなっている。しかし、これらの資金提供とは別に、連邦政府が特別区裁判所や、連邦公園警察のような連邦警察機構を運営しており、これらが市の治安の維持に貢献している。歴史的には、市の地方政府は、 失策や浪費で悪名を得てきており、特にマリオンバリー市長の時代は、これが顕著だった。1997年7月20日のワシントンポスト市は、一面記事で、ワシントン DC の行政サービスは、全国でもコストが最高で質は最低だと報じた。アンソニー・ウィリアムス市長の時代になって、成功を見るようになり、都市の再生も進み、 1990年代に財政の黒字化も実現し、それが今日まで続いている。2007年末に捜査当局の調べで、租税、採入事務所の複数の職員が虚偽の税金還付の小切手を作出することにより、4400万ドル以上を採取し,していたことが発覚した。このスキャンダルはフェンティ市政にとっての汚点となり、 市民の信頼回復が最重要課題となっている。ワシントン DC はすべての連邦の休日に従っている。その他に、1862年に奴隷解放保障法がエイブラハム・リンカーン大統領によって署名されたのを記念して4月16日の奴隷解放記念日を祝日としている。この法律により DC での奴隷制は終わりを迎え、 およそ3100人の奴隷が解放された。アメリカ合衆国大統領選挙の選挙人数は3人。議会の選挙区は定数1議席のコロンビア特別区全区選挙区である。代表、課税問題ワシントン DC の市民は連邦議会に投票権のある議員を送っていない。会員では投票権のない大議員1名がワシントン DC を代表しており、現在は エレナー・ホームズ・ノートンがこれを務めている。大議員は、会員で、委員会に出席し、議論に参加し、法案を提出する権限はあるが、議場で投票に加わることはできない。また上院には全く代表を送っていない。1961年までは、大統領選挙への投票からも除外されていたが、アメリカ合衆国憲法修正第23条によって、 DC にも選挙人団の中に3人の投票権が与えられた。プエルトリコやグアムのようなアメリカ合衆国の領域も、会員に投票権のない大議員を送っているが、両地域と異なり、ワシントン DC の市民は、すべての連邦法と課税に服している。2007年度において、DC の住民と企業は204億ドルの連邦税を支払っており、 これより少ない州は19州ある上、一人当たりの納税額では最大である。これに加え、公民権運動以前には、南部で名ばかりの平等の下で選挙権を奪われていた黒人が DC の多数派であるため、当時のように間接的に黒人を投票から締め出す形になっている。 代表なき課税と下部に書かれた DC のナンバープレート2005年の世論調査でアメリカ人の78%がコロンビア特別区の住民が連邦議会での代表について50州よりも低い地位しか与えられていないことを知らなかったと答えたこの問題についての認識を高めてもらおうとする運動が DC の官民挙げて行われている1990年からは DC 当局が2年ごとの連邦選挙に合わせて、影の議員の選挙を行っており、DC 公認の影の上院議員2名と影の下院議員1名が存在する。また2000年11月からは、市の代表なき風へという非公式のモットーを、ワシントンの車のナンバープレートに入れてアピールしている。このナンバープレートの登場時に退任直前であった。 ビル・クリントン大統領は、趣旨に賛同するとして、これを大統領専用リムジンに装着した。しかし、ジョージ・ W ・ブッシュ新大統領は、政治スローガンをナンバープレートに乗せるべきではないとして、就任後すぐに大統領就任式記念のナンバープレートに取り替えてしまった。なお、DC は、民主党への支持が圧倒的に強固な土地柄である。 様々な世論調査によれば、アメリカ人の61%ないし82%が、DC は連邦議会での投票権付き代表を認められるべきだと考えている。にもかかわらず、DC に投票権付き代表を与えようとする試みは成功していない。その中には、DC 州昇格運動もあり、また、 DC に上下両院選挙の投票権を付与する憲法修正案も提出されたが、いずれも成功を見ていない。1978年には州並みの上下両院議員の選出権を付与する会計面が7年以内の批准を条件として連邦議会を通過したが、1985年までに批准した州は16州にとどまり、 会見に必要な3、4の州に遠く及ばず成立しなかった。DC に投票権を与えることに対する反対論者はアメリカ合衆国建国の党たちは DC の住民が連邦議会での投票権を持つことを全く意図していなかった。なぜなら憲法は代表は各州の出身でなければならないと明確に規定しているからだと主張している。また、 DC を州に昇格させることに対する反対論者は、そのような運動は、州から切り離された国の首都という概念を破壊することになる。州とすることは一つの市に上院の代表権を与えることになり、不公平であると主張している。 住民投票と合衆国加入法案2016年4月15日、ミュリエル・バウザー市長は州への昇格を問う住民投票の実施を提案し、29日に州憲闘争案を発表した。特別区議会は7月10日に万丈一致で住民投票の実施を決定した。新州名は最初、ニューコロンビア州となっていたが、投票直前となって、 ワシントン DC 州に変更された。新州名の DC は、従来のコロンビア特別区ではなく、ダグラス・コモンウェルスの略称である。DC を略さず、ワシントン・ダグラス・コモンウェルス州とも表記される。ダグラスは、奴隷制度廃止運動家のフレデリック・ダグラスに、由来する。コモンウェルスは合衆国において4つの州が、州名に使用している表現である。 周域はナショナルモールやホワイトハウスといった連邦政府機関を除いた特別区全域とされ、新州に含まれない地域は連邦直轄領に残留する。これは合衆国憲法第1章第8条で連邦政府の所在地は連邦政府の直轄地であることと定めているための措置である。住民投票は十一月八日の大統領選挙と同時に実施され、 結果は賛成票が約8割を占めた。2017年に特別区の投票権のない大議員であるエレノアホルムズ・ノートンとデラウェア州選出のトム・カーパーがそれぞれ会員に法案を提出するも当時は昇格に反対的な共和党が多数派であったこともあり失敗に終わった。 2018年の下院選挙で昇格に同調的な民主党が過半数を獲得すると2019年1月に可決した2019年人民法において特別区の就職を支持する文言を取り入れた同法案には拘束力はなくまた大統領及び上院の過半数は共和党員であるため成立する可能性は低いものの 合衆国議員が初めて就職格を承認した歴史的瞬間となった。また、同時期に特別区の合衆国加入を規定したワシントン DC 合衆国加入法が提出された。2020年5月に始まったジョージ・フロイド抗議運動では特別区で起きた抗議運動に対して時の大統領ドナルド・トランプは特別区州兵に鎮圧を要請。 さらに合衆国軍や連邦警察といった連邦機関も投入し、睡眠ガスやゴム弾を用いて、技者を徹底的に排除した。過剰な対応に住民や市長は反発し、州省閣への機運が高まった。特別区州兵は連邦政府の指揮下にあり、市長には一切の指揮権がない。州であれば、州兵の指揮権は州知事にあるため、 大統領の位置沿いで抗議者を強制排除するようなことが起こらないと考えられた。HR51 は6月26日に会イを通過するも共和党党員で上院多数党員内総務を務めるミッチマ・コーネルは上院の投票の放棄を示唆。またトランプは同法案を非常に非常に愚かと評した。結局 HR51 は会期中に成立せず、 時期に、再び会員からやり直すこととなった。同年11月の大統領選挙では、HR51 を推進しているジョー・バイデン、民主党候補が勝利した。また同時に実施された、連邦議会選挙では、会員は民主党が過半数を維持した一方、上院は、ジョージワ州の通常選挙と特別選挙がもに、決選投票となり、民主党と共和党のどちらが、 主導権を握るかは年明けに持ち越された。2021年1月3日、新会期が始まり HR51 は会員に再び提出された。6日、ジョージア州上院選挙の決選投票が実施され、両選挙とも民主党候補が勝利したことで、民主党が上院の主導権を握り、法案可決が現実味を帯びるようになった。7日、トランプ支持者による、 議会襲撃事件が発生した。事件当日の13時頃、指示者は議事堂の敷地内へ入り建物を取り囲んだ。一部は暴徒化しており、危機感を感じた市長は国防総省へ襲軍の派遣要請を行った。しかし派遣が決定したのは15時で、暴徒らはすでに議事堂内に侵入していた。トランプは州兵投入について、 自らが直ちに行ったと主張しているがその痕跡は確認されておらず逆に襲撃を先導したとして批判された。前年とは正反対となる今回の対応によって特別区集軍が大統領個人の制御下にあると広く考えられるようになり特別区の地位の見直す動きは国内に広がった。十七日 h r 十一は上院に提出された。 4月20日、会員の投票を前に、バイデン大統領は、HR51 の支持を表明した。23日、HR51 は、会員を通過した。ジョージタウン大学。アメリカ合衆国のカトリック系大学としては、最長の歴史を誇り、ワシントン DC の数ある大学の中でも、最も高ランクに位置づけられている。ビル・クリントンの出身校でも知られている。 コロンビア特別区パブリックスクールズが市の公立学校システムを運営しており、これは167の学校と学習センターからなる。2007年度では49,076人の生徒が公立学校システムに登録されている。DCPS への登録は一貫して減少しており、次の年までに全登録生徒数が47,700人にまで。 減少するだろうと市では予測している。DCPS はインフラの面でも生徒の成績の面でも国内でコストが最も高い割に成果が最も乏しい学校システムの一つであることは否めない。市議会は2007年に市の学校システムの大改革を行うにあたり市長に対し公立学校についてのほぼ完全な権限を与えた。 フェンティ市長が指名した DCPS の新しい最高責任者であるミシェルリー長官は一部の学校を民間経営会社に委ねたり校長を解任したり教師を入れ替えたりするなど徹底的な改革を行った。公立学校システムの問題点から公立のチャータースクールの登録数が2001年以来年々13%の割合で増加している。 コロンビア特別区公立チャータースクール委員会は市内の56校の公立チャータースクールを監督している。2007年秋の時点で DC のチャータースクールには全部で21,859人が登録している。ワシントン DC には国内で最も有名な私立高校もいくつかある。多くの著名人やその指定が指導ル・フレンズ校のような私立高校に通ってきた。 チェルシー・クリントンも、その一人で、父、ビル、クリントンの大統領在職期間中、シドウェル校に通っていた。ハワード大学の創立記念図書館。ヒストリカリー・ブラック・カレッジと呼ばれる、もともとは、アフリカ系の人たちに高等教育の機会を与えるために設立された大学である。ワシントン DC には、多くの著名な大学がある。ジョージタウン大学。 ジョージ・ワシントン大学、アメリカン大学、アメリカカトリック大学、ハワード大学、ギャラデット大学、ジョンズ・ホップキンス大学高等国際、関係大学院などがある。コ,ーコラン美術デザイン大学では、専門的な美術の授業を行っているほか、他の高等教育機関でも、継続的教育、遠隔地教育、社会人向け教育を提供している。 コロンビア特別区大学は国によるランドグラント大学でどこの州にも属さないために州立大学というものを持たないこのワシントン DC において公的な高等教育の機会を与えている。ワシントン DC には16の医療センターと病院があり患者のケアと医学研究の全国的な中心地となっている。アメリカ国立衛生研究所は メリーランド州ベセスダの近くにある。ワシントンホスピタルセンターは DC で最大の敷地を持つ病院で、あ、私立病院としても、ヒエリ病院としても最大である。WHC のすぐ隣には国立子ども医療センターがある。同センターは US ニュースワールドレポート誌によればアメリカ国内で最も高いランクを与えられている。 小児科病院の一つである。ジョージタウン大学、ジョージワシントン大学、ハワード大学など、多くの有名大学も、メディカルスクールと、その付属病院を設けている。ウォルターリード軍医療センターは、ワシントン DC 北西地区にあり、現役、退役の軍人とその家族に対し医療サービスを、提供している。連邦軍組織として、DC 内に大規模な駐屯地などはないが、 統合部隊である首都地域統合部隊司令部が、ワシントン DC 及びその周辺の防衛を担っている。また、周辺として、コロンビア特別区周辺及び、コロンビア特別区空軍周辺が編成されている。これら周辺は常に、連邦政府の指揮下にある。メトロセンター駅は、地下鉄、レッドライン、オレンジライン、ブルーラインの乗り換え駅である。ワシントン DC は、 国内でも最悪クラスの交通事情と混雑でよく引き合いに出される。2007年、ワシントンの自動車は年あたり60時間の間、渋滞に巻き込まれており、これはロサンゼルスに次いで国内で最悪の交通事情と結びついている。一方で、ワシントンの通勤者の37.7%が通勤に公共交通機関を利用しており、これも 国内で2番目に高い割合である。ワシントン首都圏交通局は、市の地下鉄網である、メトロレールとメトロバスを運営している。地下鉄とバス網は、ワシントン DC のほかメリーランド州とバージュニア州の近郊地域にも、サービスを提供している。メトロレールが開業したのは1976年3月27日で、現在、駅の数は87。 線路の全長は 171.1km である。2008年において、平日には平均すると1日のべ95万人が利用しており、メトロレールはニューヨーク市地下鉄に次いで全国で2番目に繁忙な地下鉄となっている。ホマータでは2030年までに地下鉄の利用客は1日平均100万人になると見ている。 輸送能力を拡張する必要があることから220の車両を追加するとともに繁忙駅の混雑を緩和するために迂回ルートを作るよう計画が更新されたこの地域の人口増加を受けメトロの路線を2つ新たに建設するという取り組みが蘇ったそれとともに町と町を結ぶ新たなライトレール網も計画されている 最初の路面電車の路線は2009年末にオープンする見通しである。なお2016年、小規模ながら DC ストリートカーが開業した。ワシントンの周辺地域にもローカルなバス網がある。メリーランド州、モンゴメリー郡にはライドオンというバスが走っており、ホマータのサービスを保管している。メトロレール、メトロバス及びその他のローカルな公共バスでは、 スマートリップという繰り返しチャージ可能な乗車券が利用できる。ユニオン駅はアメリカでニューヨークのペンシルベニア駅に次いで2番目に賑わった鉄道駅であり、アムトラックのノースイーストコリダーとアセラエクスプレスのターミナル駅となっている。メリーランド州のメリーランドレールコミューターとバージニア州のバージニアレールウェイエクスプレスの通勤用電車並びに メトロのレッドラインもユニオン駅に乗り入れている。都市間バスは、グレーハウンド、ピーターパン、ボルトバス、メガバス、その他多数のチャイナタウンバスラインによって運行されている。ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港ターミナル内。市外に最も近い商業空港である。ワシントン DC へのアクセスには3つの大きな空港があり、1つが、メリーランド州、他の2つが、 バージニア州にある。ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港は DC の中心地からポトマック川を渡ってすぐのバージニア州アーリントン郡にある。レーガン空港はワシントンエリアの中でメトロレールの駅がある唯一の空港である。DC に近接していることからレーガン空港は防空識別圏のために 特別なセキュリティ警戒が要求されている上、追加的な騒音規制も課せられている。レーガン空港には、アメリカ合衆国税関、国境警備局がないので、カナダ船、カリブ海域諸島船など、プリクリアランスが許可されている。航空機に限って、国際線サービスを提供している。主な国際線は、ワシントンダレス国際空港に発着する。ダレス空港は、 DC から 42km 西のバージニア州フェアファクス郡とラウダウン郡にある。同空港はアメリカ合衆国先海岸におけるユナイテッド航空の主要なハブ空港として機能しており、日本へは全日本空輸、ユナイテッド航空がそれぞれ東京国際空港への直行便を運航している。ボルチモアワシントン国際空港は DC から4 8トル北東。 メリーランド州アンアランデル郡にあり、サウスウエスト航空のハブ空港となっている。ワシントン DC 付近を通る主要な、週刊高速道路としては、次のものがある。ワシントン DC には15の姉妹都市がある。パリは、その町の方針のために、パートナー都市となっている。ありがとうございます。